蹴ってみるか、気を揺らしてみようか。見たところいないんすよね。落ちてきた、落ちてきた、落ちてきた、落ちてきました。ノコ、ノコ、ノコめっちゃおるやんちっちゃいけどな、ちっちゃいな。メスがいてこんな感じですね。メスがいたのでオスが集まってきてたって感じ。大中小のオスが集まってきてましたね。こうメスのフェロモンに釣られて、メスのフェロモンに釣られて集まってきたやつら、見事に大中小、下の方に落ちたやつもいますね。どこにいたんでしょう、ノコギリクワガタ。メス、メス目当てに、あー落ちた。とう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 、でかいのいるやん、でかいの、でかいのいましたね。でかいのも落ちてきてたんやな、知らない間にいましたね。一番でかいのいました。多分こいつがメスと交尾してたと思うんやけど、全く気づかなかったぞ。見えなくても蹴ったらいることはあるんすね。全く見えなかったのにね、どこにいたんやろ。はい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 、ここはいるかな。なんかこの古い木にはいない気がするね。こういう古い木にはいないよね。苔むしてるし、なんか深山とかいっそうな感じはするけど。お、なんかいるやん、なんかいたぞ、でかいの。このヤブとか入んの嫌やけど、ちょっとでかめのいましたね。あれ、どっか行った、いたような気がするんやけどな。あれ、ほら、はい、クワガタじゃねえの、違うか、違うか、違うのか。わかんねえな。ちょっと蹴ってみ、キックしてみ。なんか落ちたよね。ほら、落ちてきた、落ちてきた、落ちてきた。おっと、やっぱいたぜ。いやー、うわー、めちゃめちゃや。ノコかい、ノコです、ノコ、ノコ。あ、でもちょっとでかいね、これ。やっぱ目の錯覚じゃなかったね。デカノコ発見。あ、いいサイズですね。いいサイズのノコギリクワガタ。いいサイズのノコです。記録サイズではないね。でかいけどね。めっちゃいいサイズや。お、一目散に。やっぱいましたね。あ、やっぱ目の錯覚じゃなかった。まだ勘は鈍ってないぞ。